どうもー、お金がなくていろんなものをメルカリで買ってる、どうも、こじきです。はい、というわけで今回はね、メルカリでこじきしまくってますっていう動画です。お金がないです。はい、お金がありません。月3万ぐらい飛んでくのに月3万ぐらいしか稼げないので、プラマイゼロです。今回話題にしたいのは推し活でございます。今昨今話題の推し活なんですけれども、いろんなものがあるじゃないですか。飛行機、電車、アイドル、まあそういうね、オタ活でやっぱ何がやばいって、お金がかかります。莫大な費用が飛んできます。経済効果万歳です。そういえばさ、最近めちゃくちゃ疑問に思ってることがあるんですけど、ホロライブ系の動画出すと高評価率終わってんの、なんなん。この間の卒業して俺が喋るみたいなやつもさ、5高評価、13低評価みたいな。なんで俺そんな悪いこと言ってないしね。ちょっとサムネちょっと変えて、ちょっと見られるような、ちょっとさ、見たけどちょっとみたいな、ちょっと喧嘩腰みたいなサムネにしたけど、中身そんなことないからね。なんかさ、グッズもさ、一番くじ引いてこれ出たーって言ってるやつもなんか低評価多いんですけど、なんでですか。俺なんか悪いことしたかなあ。俺なんもしてないやん。普通に動画撮っただけやん。お前この卒業すんなよとか、その終わってんやんとか言ってないからね。もう謎。もうマジで。もうおもろいけど、もうわからん。だからこの動画出してんけどな。まあ、抑えながらやらなきゃいけないっていうところだと思うんですけど、石油王の視聴者は安心してください。あなたたちはもうお金使っても問題ないです。この動画は石油王に向けた動画ではありません。じゃあもう見せますわ。もう発想状態。せーの、ドン！はい、これ全部フィギュア。もっとね、推し部屋、おた部屋みたいなの、もうね、部屋がね、占領されてると思うんですけど、新色はまだ始まってません。はい、メルカリでこじきして手に入れました。ちょっとじゃあ、外カメに行きましょうか。20近くあるんかな？ざっと20ぐらいですね。全部で。こっちもね、一番くじとか、なんか、特典で付いてきたシールみたいな。多分店頭で買うと、まあ、いいもので2000円とか、まあ、一番くじでゲットっていうタイプもあると思うので、まあ、ちょっと安かったりすると思うんですけど、基本的にはやっぱ1000円超え、2000円とかぐらいですかね、相場。なんですけど、まあ、メルカリで買ってるんで、まあ、何パーセントかは安くなってます。これとか、多分ね、900円ぐらいで買いました。ここら辺のちっちゃいやつは、これ900円ぐらいで。ゲットしました。逆にこの中でメルカリじゃなくて一番くじとかそれで当てたよっていうのは、これだけですね。これだけです。そう、要は何したかっていうと、まあここの下にあるこの今こことか結構売ろうかなと思ってるものが入ってるんですけど、この中でこういらないなと思うと売りに出します。メルカリにまず売りに出して売れます。まあ何円、1000円いくらとかで売るじゃないですか。そうするとまあ売上金が入ってきますよと。売上金が入ってくるということは、その売上金でこれを買うと実質プラマイ0円なんですね。そういう個人みたいなことしてます。実質無料です。安すぎます。そうだから基本的に安いアクリルスタンドしかないんですけど、フィギュアとかそういうなんか立体物とかになるともっと高くなるんで気になると思うんで、これっすね。これはマジでクソ。これはねネットでなんかイラストとか見つけて、それをフォトショップでリサイズって言って、なんかサイズ合わせるんですけど、これ多分 A2 なんで、これ多分 B4 サイズなんですけど、1枚1枚。これカラー印刷、コンビニだと60円なんで、はい、1、2、3、4枚なんで、60×4 してください。その値段しかかかってません。額縁の方が高いです、これむしろ。額縁が、1900円とかですかね。額縁より中身が安いという衝撃の事態です、これ。はい。で、まあね、なんか、一個一個ね、もう細かく説明してたら、一週間経っちゃうんで、シリーズとキャラクターの名前だけ言って、もうすぐ飛ばします。行きましょう。まず、これは、原神がスカイツリーとコラボした時の、このシャルロットのアクリルスタンドですね。これは何のやつか覚えてないけど、これ、トコヤミとはのやつです。で、これは、ローソンかなんかの時の、ウサーダペコラの、ヘアギーバージョン。これは、ハグミッツのアクリルスタンドの、左が3期生で、右が5期生。で、これは、君の名はと、天気のこの、スズメの戸締まりやった時に、映画出たところで買ったやつ。で、これは、さっき言ってたローソンの、ヘアギーバージョンじゃなくて、お出かけバージョンのやつですね。で、これはローソンのコラボの時の、みなとは、これ何のやつか覚えてないけど、4期生のあまりかなたととかやると。で、これ3つですね。はい、これローソンの一番最近直近のホローライフコラボの左から、桜見小町先生のやつと、白金のりと白根フレアのやつと、雪花並とオマルコルタのやつですね。これもなんかのコラボ、なんかアイさんでサーティーワイスクリームだと思うんですけど、違ったらごめんなさい。これ小町先生です。はい、後ろ、中国から発送された原神のガチのリネットのやつで、これは買ったんですけど、衝撃のデカさに驚いたフリーなやつですね、原神の。で、これも原神の、中国から発送されたフータオのやつですね。で、これ後ろにいるけど、これトアのやつですね。で、これ一番奥が、これスターレールの聖者というやつですね。これはさっきの、ローソンのコラボの時のこれ、ビジュアルマットみたいな。ビジュアルマットみたいな。
これも一番くじのなんか、ダイカトーンマグネットみたいな。これはコミケで買ったアクリルキーホルダー。で、ここら辺はもうマジで、これ何ですか？京ダルと原神のコラボの時に寿司屋行った時になんかもらったやつですね。京ダルの神里彩香と八重美子のやつですね。ブルーアーカイブなんだ。こちらね、これもシールみたいな感じなんで。これは、改良より買った。これはトントゥーさん。これはザサウナのシール。これは、渋谷サウナスでもらったラックスのやつ。で、これが、ベルカリ買った時になんか特製みたいな感じつけてくれてた、神みたいな存在なんですけども、まあ、これ、みんなと後ですね。あ、これ、楽曲曲。これは、ベタのパンダ。で、これはもうネットでね、拾ったらいろいろ出てくると思うんですけど、これ、スターリールのホタル、これ、原子のリネット。で、これは、スターテンドって、常闇とは、徳島水星と見なかったわ。で、これ、小島水星単体。はい、というわけで、怒涛の勢いで紹介しましたけども、暑いです。関東から西日本では暑さの出口が見えません。単純に、全部2000円計算としてちょっと底上げされるけど、ここだけでちょうど20個なんで、2000円で計算すると4万です。これ4万しかかってません。これ多分衝撃の事実ですね。これ4万円で5万ないです。やばいでしょ。これ安いんですよ。これで、その中でさっき言ったけど、メルカリの売上金で買ってるのもいくつかあるから、実質4万以下です。3万以下のところだと思います。だってお前こっちもあるやん。こっちもあるやん。これ240円。いや、終わってます。なんとかこうつなぎながらこうアクリルスタンドが何か買ってます。でもお金がないので、この生活いつまで続けられるか。じゃあ俺がメルカリで売ったものが売れない限りこれ始まんないんですよ。はい、というわけで、だいぶ疲れました。怒涛の勢いです。もう酸欠です。今すぐ倒れます。